クリス・クリストファーソン、テント音楽祭2017フライブルク、ドイツ・クリス・クリストファーソンは、アメリカ合衆国テキサス州、ブラウンズビル出身の全米を代表するロック、カントリーウエスタンの歌手。映画や、TV などでの俳優としての活躍も知られる。父は、空軍の元将軍。父方の祖父母は、スウェーデン出身。母方は、スコットランド系アイルランドの血を引く。 大学時代は作曲で才能を磨き、カリフォルニアの名門私立大学ポモラ大学卒業後、ローズ小学生としてオックスフォード大学に留学。卒業後は、米国陸軍に入隊して、ヘリコプターパイロットになり、西ドイツに赴任した。ベトナム戦争に従軍を志願するも、士官学校のウェストポイント陸軍士官学校の教官に任命され、教鞭を取ることに、 しかしその頃すでに妻子もあったクリストファーソンは幼い、頃からのカントリーの歌手になる夢を捨てきれず、大尉の階級で陸軍を辞めすべてをかけて、ナッシュビルに向かう。コロンムビアレコードの清掃夫として働きながら、音楽活動を始めたものの母親に感動され、妻には離婚されるなど道のりは険しかった。新創夫時代にジョニーキャッシュの妻で、 シンガーのジューン・カーターにデモテープを渡すも見てもらえず、当時同じく勤務していたヘリコプター会社のヘリコプターをジョニー・キャッシュの自宅の庭に着地させてテープを渡したエピソードは有名。1960年代後半から数多くのヒット曲を作り出し、1970年代には大御所、ウィリー・ネルソンやジョニー・キャッシュらと並び称されている。 アメリカではスタンダードとなっている楽曲も複数、生み出した作曲能力に加えて、ストーリー性のある詩も評価されている。彼自身のデビューアルバムに収録された、ミーボビー・マギーは、ジャニス・ジョプリンがパールで取り上げて、全米1位のヒットとなった。一方、ニューシネマ到来の波に乗って、映画界にも進出。1971年のラストムービーを皮切りに、 サム・ペキンパー監督に見出されて数え切れぬほどの作品に出演。中でも1973年のビリー・ザ・キッド21歳の生涯では素朴ながらも荒削りな役作りで特に酒を実際に飲みながらセリフを話すというリアリティを追求した。1976年のスター誕生でゴールデングローブ賞主演男優賞を受賞した。 日本でもヒットした1978年のコンボイでも主役を務めたが、1980年代以降は作品に恵まれなかった。それでも俳優活動は継続して行い、TV ドラマなどで渋みのある役を演じ、大作映画では存在感を示し、悪役や個性的なキャラクターを多く演じている。 1980年代半ば、いずれもカントリー界の重鎮である、ジョニー・キャッシュ、ウェイロン・ジェニングズ、ウィリー・ネルソンと共にスーパーバンド、ハイウェイマンを結成してレコーディング及び、コンサートツアーを行い、1985年、ハイウェーメン、1990年、ハイウェーメンに、1995年、ハイウェーメン、ザ・ロード・ゴーズ・オン・フォーエバーを発表した。アルバム、シングルともに、 チャート1位を独占するなど人気を博した。これまで3度結婚している。1960年に高校時代の同級生と結婚し2次を設けるが1969年に離婚。二人目の妻である歌手リタクーリッチの間に1時を設けるが彼のアルコール使用障害のため九百八十年離婚。百八十三年に再婚して五時の父である。 三人目の妻との間に設けたジェシーは、日本人女優、春菜愛海と2010年に婚約。ジョディは元 WWE 所属のプロレスラー。楽曲アルバム。ありがとうございます。